アルゴスです。今回のおすすめアニメシリーズ紹介するのは鋼の錬金術師です。このアニメは見てこそいなくてもタイトルを耳にしたことがある方はとても多いのではないでしょうか。2021年時点で世界累計発行部数は8000万部を突破した実力ある漫画です。主人公である兄のエドワードと弟のアルフォンスは肺で病で亡くなった母親を生き返らせるために人体錬成という禁忌を犯し失ってしまった自分たちの肉体を取り戻すために賢者の石を探し求める旅に出るという物語です。私が小学生時代にテレビで放送していたのを時たま見るくらいでしたから今日まで実際の内容を知らずに来ました。今回改めて気合を入れてみましたが人という生き物をとても考えさせられる深い内容に驚きそして楽しむことができました。大人になって見ることで違って見える感じ方が増える、これもまたありでしょう。ダークファンタジーですから少々過激に感じるシーンもあります。しかし意味あるシーンですから受け止められます。ネットフリックスで配信されています。ぜひご覧ください。それではまた明日。